はい、皆さんこんにちはでございます。ジョジョリアルやっていきましょうということで、テンションが上がりません。なぜかというと、メタル全部なくなったからです。はい、知らない方はぜひぜひ前回の動画を見てくださいということで、今日は金曜日、ですね。イベントクエストお疲れ様でした。皆さんどうだったでしょうか。結果もね、それぞれあると思います。はい、では個人的な結果を見ていきましょう。結局ですね、生放送終わって、あら、エラー発生した生放送終わったので、個人感想してからはガチャ動画引いたんで、もうダイヤもチケットもない状態で、で結局周回できないっていう、あの負の連鎖に陥ってしまったので、そっからはできてないんですよ。だから1000万かな、個人感想1000ちょいか、はい、1000万ちょいぐらいじゃないかなと思います。お知らせ来てますね。はい、イベントクエスト、お、強敵の高難易度イベント、まだこっちもね、まだ全然クリアできてないんで、こっちの方もねちょっと動画上げたいなと思っておりますが、まあ、その前に見ていきましょうかね。どうでしたか皆さん、まあいろいろ個人的な感想はあると思いますが、56万3134ですね。まあまあ、まあ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 みたいな。サウンドランキング見ていきましょう。はい、ということで、タウン246というね、まあ中途半端っすわな。で、結構ね、まあ、これはまあ、タウンの話になるんですけども、3、4人、0ポイントがいたりいなかったりっていうことなんで、またちょっとね、そこらの辺もやっていかないといけないですよね。まあ、どっちみち配信する身としては、まあちょっと上位を目指したいっていう気持ちもあるし、でもまあみんなとワイワイしたいっていう気持ちもあるので、まあ葛藤もあるので。はい、で、今ね、タウンが、俺だけなのかな、ちょ、これ見せて、大丈夫かな見せて。今フリーにしてるんですよ。っていうのも、フリーになってるっていう状態で。でですね、設定で、タウン情報変更かな、タウン情報の変更。これを承認制にしたいんですよね。まあその、ね、今ログインしてない方とかもいらっしゃるので、まあちょっと新しいね、もしかしたら入りたいですって言ってくれる方がいらっしゃるかもしれないので、それ承認制にしたいんですか、見てください、これバグなのかな、できないんですよね今。なんでどうしようだから一回ちょっとログインしてない人が、タウン前か、タウンイベント前にいたんで、一回ちょっと除名させていただいて、バッコラバッコラ入ってくるの、やっぱみんな入ってない人とかいるからね。いや、それありがたいんだけどと思いながら、もうあれだったんで、承認制にできてからまたタウンの募集とかもかけるかもしれませんので、よかったら、まあどうかな、ツイッターでやり取りするかもしれませんね。あんま動画に出すとみんながね入りたいってなって、俺もそういう連絡網とかするの苦手だから連絡網っていうのもあれだけどね、うん、うん、そうそう、まあこっちもね、ちょっと治り次第募集をかけるかな、ちょっと分かりませんが、はい、お楽しみにということで、まあ、ツイッターの方になるかなと思います。なんで、まあ、随時ね、くだらないことをつぶやいているのですが、ツイッターの方よろしくフォローしてくださいということで、皆さんはどうだったでしょうか。これで、ね、タウンが7000万ぐらいいってるんで、まあ、10連チケットはありがたくいただけます。そして、ランキングに入っているので、7枚か。ゴールドチケット7枚。17枚あるんで、また新しいキャラが来た時に動画にできるかなと思います。まあね、次っていうか、まあ100位を狙いたいよね。一回ね、いっちゃん最初のタウンイベントの時は100何位だったって気がするんだけど、まあ俺も個人感想しか知ってないんで、あんまり言えないんですけど、まあ15人いたら全員個人感想したら1億5000万か。結構いいとこまでいけるんじゃないかなと思うんですが、ここら辺だよね。3億。1人が1000万で、15人だっけ？何人だっけ？ここら辺には、待って、ここら辺結構多いね。100位には入れないか。100位で2億、20、え？ 1、10、100、1000、まあ、10万、100万、1000万。2億4000万なんで。まあ、3億ぐらいいったら100位に入れるかなという。3億って。3億欲しい。はい。ということで、まあ、今回はこれぐらいの紹介です。で、また、
どうなんだろう、この感じだとアリーナが始まるのかな。アリーナはあんまり個人的には本気にしてないので、まあタウイメントそんなにがっつりやってるわけではないんですけど、はい、なんでまたアリーナ、まあ生放送できたらしたいなぐらいかなと思っております。皆さんはどうだったでしょうか。まあね、あのタウンのメンバーかとかいう人もいれば、いやちょっと仕事が忙しくてとかもあると思いますので、まあ、その辺もねどしどし自分は何ポイント稼いだかなっていうのをまだまだ聞きたいので、よければ。あとねちょっと思ったんですけど、タウンイベントしてる時のあの集会のモチベーションがね、やっぱりね、まあ一応配信者ということなんで、まあねライブ配信とかしてモチベーション上げてますが、あれをね何個人2000万3000万行く人はどういう感覚なんだろうと思って、そのねあのアドバイスとかもぜひぜひ、まあ、音楽聴きながらとか、まあ、誰かの配信見ながらとかあると思うので、そこら辺もね次のタウンイベントに役立てたいなと思いますので、皆さんぜひぜひコメントの方よろしくお願いします。ということで簡単ではありますが、皆さんタウンイベントお疲れ様でしたという動画でした。ご視聴ありがとうございます。バイバイ。